皆さんこんにちは。高森工事中、高森駅今週の現場のお時間です。私インタビュアーの石島です。よろしくお願いします。この番組は毎週現在工事中の高森駅について最新の様子をお届けする情報発信番組です。毎回駅の設計管理を行う私石島が関係者や職人の皆さんにお話を伺って、どんな駅になっていくのか、今何の工事中なのかというのを街の皆さんにお届けする番組になっています。よろしくお願いします。本日お話を伺うのは設計を担当された太田博さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。太田博さんは株式会社ヌーブの代表取締役を務めていらっしゃいます。1968年の6月東京生まれ、1993年には東京大学の大学院を卒業されています。それから98年までは東京大学に助手として勤め、2000年には現在の会社の元になった一級建築士事務所を設立されています。2003年から15年までは再度東京大学に戻り、講師として教壇についておられました。趣味は音楽とピクニックで、てっちゃんでも、いらっしゃいます。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、お話を伺っていきたいと思います。今回のこの高森駅なんですが、2018年に、コンペが、開催されまして、それによって、今回、ヌーブの方で設計を行っていただいていると思います。コンペに応募された時のこの高森の街の印象をお伺いしてもよろしいでしょうか。そうですね、やっぱり阿蘇 のカルデラの中ということもあって、なんか世界の中心だなって思ったですね。世界の中心ですか。まあ、世界の中心は人間の数だけあるはずなんですけれども、はい、やっぱりこの阿蘇のこう大きなこう地形があって、はい、その中にこの駅があるので、その世界の中心だっていう感じはとても強かったんですよね。うん、それでやっぱ阿蘇が雄大だということが、まあどうだろうというふうにまあ考えて、まあ、敷地を見てみて、はい、やっぱり西にすごくそのこうなだらかなカルデラの風景が広がってるっていうのがとても印象的 で、ね、特にあの駅が西を向いていますので、はい、あの夕日が落ちる敷地であると、はい、それが見える敷地であって、あのやっぱりこういう敷地には一生この仕事をしててもまあほとんど出会わないだろうなっていうぐらい素晴らしい敷地だと思いました。今日もあの現場の築山の上から見ているんですが、西側の風景すごい綺麗に見えてますね。今日もあの夕日がすごい綺麗に見えそうだなというふうな感じがしております。当時ですね、コンペに最優秀賞を取りまして、設計を今担当しておりますが、どんな駅を目指して当時設計をされたか伺ってよろしいでしょうか。私はあのさっきもちょっと言っていただきましたが、鉄道が好きでして、駅に来る人は駅の写真を撮るよりも鉄道の写真を撮る人の方が多いだろうってまず考えたんですよね。うん、私も建築の写真撮るけれども、やっぱり鉄道が好きなので、鉄道がこう動いてる様とか、はい、そういうのが好きで、それをこう見せられるかなと思ったんですよ。うんうん、でコンペに応募するちょうど1年か1年半くらい前に、私は紅葉を見に富山県の黒部峡谷の、トロッコに乗りに行ったんですね。あちらも有名ですよね。あちらは、まあ、もうトロッコ列車の元祖みたいなところなので、うん、それで、列車を撮ってたりしてたんですけれども、はい、黒部は峡谷ですから、こういう地形でこういう地形に駅を作ると、はい、プラットフォームが狭いんですよ。だいたいもう 1.5 メートルぐらいしかなくて、で 1.5 メートル その黒部のトロッコの駅で列車を撮ろうとすると引きがないので、横からの写真は撮れなくて、もうみんな一番先頭車両の牽引車だけ撮るっていうことになって、それがねちょっともったいないなと思ったんです。なるほど、鉄道好きなので、鉄道好きなので、はい、もうちょっと、ね、つまりトロッコはみんな家族で乗ってたりするわけだから、家族がトロッコに乗ってる写真を横から撮りたいわけじゃないですか。はい、で黒部の場合はプラットフォームが 1.5 メートルだから、そういう写真撮れないんだけれども、南阿蘇鉄道さんのトロッコ列車はなだらかな地形にできているから、家族が乗ったトロッコ列車を横からちゃんと撮るっていうのができるなと思って、なるほど、
あのそういう列車がきれいに映せる、しかもその阿蘇のその風景、五岳の風景とそれから夕日の風景と一緒に写真を撮るってことはとても大事じゃないかと考えました。コンペの、応募された、用紙の方を見ましても印象的なワードでとにかく広いプラットフォームということが、書いてありました。この とにかく広いプラットフォームについてちょっとお話を伺っていいですかね。そうですね、ちょっと考えたんですよね。とびきり広いプラットフォームにしようかとにかく広い、はい、プラットフォームだけどやっぱりとにかく広いんだ、あの駅どんな駅、いやなんかとにかくプラットフォーム広いんだよねっていう、はい、そういう分かりやすさが大事だと思いますし、やっぱりプラットフォームが広いということでいろんなことができる、写真を撮るだけじゃなくてイベントでお迎えすることもできるし、うんうん、そこでまた列車をこう行き交う様をもう芝生に寝っ転がりながら見ることもできると。だからいろんな、もちろん建築のことを考えて建築を設計してるわけですけれども、はい、結論としてはでもそれはとにかく広いプラットフォームのためなんだというふうに、まあ、優先順位をとにかくプラットフォームにしたと。なるほど。いうことがまあありました。そうですね。で、そのプラットフォームからはこの雄大な風景とそれから鉄道をまあきちんと見ることができると、うん、そういうプラットフォームになっているということですね。そうですね。それで普通はですね、駅の構造っていうのがあって、駅舎がこう、駅には駅舎がこうドーンと真ん中にあって、はい、その真ん前に交通ロータリーがあって、町からは駅が見えるんですよね。駅舎がこうドーンとしてるのが見えて、はい、まあ、今の駅もちょっとそういうとこありますけれども、はい、大きい駅になればなるほどこうなんかタクシーの人が昼寝をしている、はい、ロータリーが目立ってくると、はい、でも鉄道が好きな私からすれば町から見えるのは列車なんですよ、やっぱり。駅舎というのも列車で、ここの敷地は駅前の昭和通りからこう今は塔が見えてますけど、その塔じゃなくてそのトロッコだったり車両であったりが行き交う様で、町に動きが生まれる様が見えるといいのかなと思って。なるほど。とにかく広いプラットフォームは、列車と町をつなげるっていう意味もまあございます。なるほど。町の皆さんのもとにはですね、9月の末ごろに、パンフレットですね、こういう四角いパンフレット、見開きのパンフレットが配られておりまして、このとにかく広いプラットフォームができることでたくさんの良いことが起こりますということが、はい、書いてあったのが印象的かなと思います。1つ目に挙げているのが夕日と列車が見える町になりますと、うん、いうことを、書いていたかと思います。まさに今話していただいたように、町の昭和通りですかね、のあたりからその行き交う列車とか、それからこの雄大な風景が少し見えてくるようになるよということだったかなと思ってます。それから2つ目、居心地の良い駅と、交流施設ができますということだったんですが、はい、今回の駅には2つ建物ができるということでよろしいですかね。はい、そうですね、はい。今工事中なのは駅舎なんですけれども、駅舎ができて今の駅舎を、まあ、解体してお別れを言って、駅舎が移ります、はい、でその、今の駅舎があるところから北の方向にもう次の二期工事として、交流施設を作ると。でやっぱりワークショップもね、はい、グランドデザインの時にさせていただいて、ヘビーユーザーである学生さんたちも生徒さんたちも駅で時間を過ごしたり勉強をしたいと、まあ、おっしゃってたりしたので、まずはその、学生さんが、まあ、漫画を読むのはたまにいいかもしれないけど勉強をする、はい、それからやっぱり阿蘇の観光の、出発点もしくは帰着点として、はい、阿蘇のことを知ったり、いろいろとその思い出を振り返ったり、うんうん、そういうふうに時間が過ごせる場所が、まあ、できるといいなと思って、はい、駅舎プラスそういう居心地の良い阿蘇をもう一度しみじみ と、こう味わう場所になるといいなと思ってます、はい。それから3番目に挙げていたのが今のお話にも関係するんですが、乗り降り送り迎えがしやすくなりますということが書いていました。高森駅の、主なユーザーというのは、大洲の方に、通勤通学される学生さんや、社会人の方々もメインだと聞いておりますが、この乗り降り送り迎えがしやすくなりますというのはどういうことでしょうか。はい、ですね、
今回そのロータリーを工夫しまして、我々ダブルロータリーと、まあ、当初呼んだんですけれども、ダブルロータリー、はい、はい、駅の南側にロータリーが一つ、それから駅の北側にロータリーが一つ、分散させることで駅前のロータリーをこう作らなくて、うん、そのスペースをまあ広場にできるということなんですが、南の方はあの地域交通が集まっていて、あの南鉄さんが止まり、南鉄さんが止まるとそこに、地域 の、 あの公共交通の担い手である、小型中型バスが止まり、はい、それからタクシーがそこに止まっていると、うんうん、だから割と日常的な交通をそこでやると、はい、で高森の場合はそれプラスあの高千穂に抜ける高千穂号とか、はい、あの熊本に向かうその高森号とか、それからあと観光バスですね、観光バスが来ますので、はい、大型バスが結構来ると。なるほど。で大型バスは、そちらのロータリーではなくて、はい、北側の交流のスペースに止まって、はい、あのちょうど道もですね、大型バスの方が曲がりやすいように北になってるんですけども。なるほど、はい、その2つに分けることで、今ですね、いろいろなその、交通があのこう乗り換えしてるのをもっとその空港のようになるべく分かりやすく、はい、でそれを全体のこう回廊を使ってコントロールというか、できるんじゃないかというふうに、はい、してプランニングをしてます、はい。町長の方に、お話を伺った時もですね、地域公共交通網形成計画というのが高森にはありまして、うん、まあ、それを、担うあの交通結節点になるということでしたので、そういったあたりを意識された計画になっているということです ね。 そうですね、ありがとうございます、はい。それから4つ目ですね、みんなをお出迎えする高森の新しい玄関口ができますという文言になっていました、うん。これはそのとにかく広いプラットフォームが新しい高森の顔になるよということですかね。そうですね、建物がまず塔を作って、はい、すごく見えやすい、それは街からも見えやすいし、列車に乗ってる人、トロッコに乗ってる人も あそこが駅だなって分かるように、あのもう建物の作りとしてお出迎えするようにしたいと、はい。で大きな広場を作って、あのこう抱きかかえるように、うん、なるほど、列車をお迎えするので、はい、あのそういうウェルカムな感じは、まあ、あの出てくるかなと思います、はい。それからあともう一つ、あの大事なことなんですけれども、あの地元の方どれだけあの気づきかわからないんですけども、南鉄の大きな、大変大きな特徴としてプラットフォームが地続きなんですよね。普通はこう地面があって線路が通って、そこにこうプラットフォームを作りますから、地面よりも90センチ高いところに駅のプラットフォームってできるんですけれども、階段やスロープで上がっていかなきゃいけない、階段やスロープで上がる、ここは高森はこうなだらかな傾斜のところをこう切り替えて列車を通してますから、あの街からそのまま階段を使うことなくプラットフォームにできる。そうですね、今の高森駅、あのお使いになった方がよくわかると思うんですけれども、街から歩いてきて入ったらそのままプラットフォームに建物を通り抜けると入れるという、これは特徴的なんですね。大変大変珍しいことで、しかもそれがあの他の、白川、阿蘇白川駅であったり、はい、朝陽駅であったり、はい、あのみんな地続きなんですよね、うん。それはやっぱカルデラの地形がこの奇跡的なあの地続きのプラットフォームっていうのを実現していますので、あのやっぱり列車が来た時には街の人がなんかスーッとこうあのなんか来たぞっていうのでこう近寄って行けるような、そんな風な作りにできたらいいなと思って。なるほど、はい、あの、はい、そういう風にやっぱりあの来た方をお迎えできるといいなって思ってます。はい、なるほど。この駅の敷地内だけではなくて町に対しても波及効果があるような、そういう計画になっているというご説明だったかと思います、はい。それからですね、今回建物がですね木造というふうに聞いております、うん。この高森の木南郷碑についてですね、今回計画にどういうふうにあの携わると考えているか、少しお話を聞かせていただいてよろしいでしょうか。そうですね、あの列車を降りますと、あの目に飛び込んでくるのはあのひさしと回廊、はい、それから塔の、まあ、木組みなんですけれども、はい、まあ、木組みの説明はまたあのあの次あの別の機会ということなんですが、そうですね、はい、まず飛び込んでくるのが木なんですよね、はい。でやっぱりその木がウェルカムと言ってるわけで、あのそこにはぜひともその高森の、まあ、シンボルでもある南郷碑をあのきちんとお見せして、あのここは南郷碑の町なんだよということを見せられるようにしたいと、はい、
まあ、それをどういうふうに使うかというのは次の工事の時にまた決めることでもあるので、はい、もう少し時間をかけて考えますけれども、もう南郷市のこうふるさとというふうにまた駅を売り込めるといいのかなと思ってます、はい。この木組みについては昨年度高森中学校の皆さんと、ワークショップをさせていただいたかと思います。それからですね、今、現在この工事現場でも行われているんですが、まあ、この木をどういうふうに組むかというですね、モックアップを実験的に作られているということで、これも後ほど番組で何か触れられたらなと思っております。さあ、それからですね、趣味はピクニックということがありましたので、この広場、とにかく広いプラットフォームですね、はい、プラットフォームとそれから芝生の広場がつながっているような形になってますけど、この広場がどういうふうに使われると嬉しいか、むしろ自分だったらどう使いたいかなんていうところをちょっと、うん、熱く語っていただければと思うんですがそうなんです。僕はピクニックのプロとは言いませんけれども、はい、ピクニックでは世界的にそんなに負けたことがない、150個のコレクションを持ち、国内外のあちこちでピクニックイベントをやりということも趣味でやって、東京ピクニッククラブという活動をしているんですけれども、はい、いろんな、まあ、東京の公園をいろいろと見るわけですけれども、品川に1個公園があって、そこは品川のこう芝生に行くとこう新幹線のヤードに行く新幹線が見えたりするんです、ね、そこからも見える、ね、そうなんですよ。でやっぱりその風景が動いてるのを見ながら一杯やるというのはもうたまらなくいいのでやっぱり列車を見ながら、はい、たまには芝生の上にこう寝っ転がって、なんか日曜日の午後ゆっくり過ごせると、うん、まあ、格別なわけですね。なるほど。でやっぱこの敷地はそれができるし、うん、そうやって一日その芝生の上で過ごしているとだんだん日が沈んで夕日がこう、あ、綺麗ですね、ええ、うん、そこで飲める、うん、飲めるっていうのは酔っ払いたいというわけじゃなくて、なるほど、やっぱり大事な人と時間を過ごすという社交なので、うん、社交の場所をきちんと町に、居酒屋もいいんですけどね、はい、居酒屋もあるが、はい、その昼バージョンとして、はい、別にお酒も飲まなくてもいいんだけれども、うん、子供たちがいたり、まあ、家族で来たり、はい、お友達とそのこう芝生で待ち合わせてゆっくり時間を過ごしたり、はい、なんかそういう空間と時間がやっぱ町にあった方が幸せなんじゃないかなと思っていますので、はい、もうピクニック好きの方にはもう素晴らしいピクニックサイトだとまた言っていただけるように頑張りたいと思ってます、はい、その大きな、広場ですねに関しては、まあ、来年度の工事ということになると思いますので、町の皆さんにお披露目できるのはまだ先かと思うんですけれども、それまでぜひ楽しみにしていただければと思います、はい。最後に私の方のからの質問は今ので以上になるんですけれども、何かこう町の皆さんにお伝えしたいことですとか、こういうふうに頑張りますということがありましたらぜひお願いします。はい、もう早いものでそのプロポーザルコンペの時はもう4年が経って、何度もこちらにそれ以降来させていただいてるんですけれども、町の方がとても温かいといつも、まあ、思っているのと同時にですね、やっぱりお話聞くと皆さんここから夕日が見えるとか、花火をとにかくこう見ていてすごく花火が綺麗に見えるとか、今年の花火もすごかったですからね。すごかったですよね。そういうぜひともこういう風景になるといいよねということを私も石島市も街中をうろつろしておりますので、またそういういろんなそのアイディアとか思いをいただけたらいいなと思っております。こちらの方でもまたお伝えできる機会をいろいろと探って、こういう意図ですのをお話ししようと思うので、ぜひともそれも聞いていただいて、いい場所を町に実現したいと思っておりますので、ぜひとも今後も引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。というわけで本日は、設計を、担当されているヌーブの、太田博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。現在高森駅の新駅舎のですね、工事工程は、冒頭でも触れましたが、建物の基礎の鉄筋を、組んでいるところになります。今週末にはですね、コンクリートの方を流し込んで基礎を打設する予定になっております。それから次回の、番組のゲストですが、建物の今度は構造を、設計されました、ミート研究所の加藤さんに、ご出演いただこうと思っております。それではまた、次回お会いしましょう。ありがとうございました。